こんにちは、波の平でございます。今回私は岸和田に来ております。岸和田のチーナ亭さんに寄せていただいてるんですけども、今回こちらの方に紹介していただきました。食べ放題もあります。ピッツァと生麺のパスタが絶品でも気取らずにいけるイタリアンです、ということで来てみたんですけども、店内こんな感じでございます。カウンター席とテーブル席があるんですけども、イタリアンでは多分珍しいですよね。お座敷まであるお店ということで、店内も広くてゆっくりゆったりと食事ができる、そんなお店になっております。今回寄せていただいたのがランチタイムということで、ランチメニューから選ばせていただきました。ギュ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 ッとこうね、ギュッと食べてもらいたいのがこうまとめ上げられたような、そんなメニューになってるんですけども、私が牛すじミートソースパスタと B セット、そして、元嫁がエビバジルクリームパスタと B セット、そしてこちらのお店のこのこだわりのピザですよね。その中からマルゲリータピザを、注文させていただきました。満腹波の平の動画、料理ができるまでに夜のメニューも紹介させていただきたいと思います。特別ですよ、特別にこのメニュー借りたんですからね。でそれは嘘です、そこにあったのでちょっと見せてなって見せてもらっただけなんですけどね。こちらのお店見ていただければ分かる通り、一品物がすごく多い。なぜかというと、こちらのお店の正式名が石窯イタリア居酒屋チーナ亭さんということで、お酒がすごく得意なお店なんですね。普通イタリア料理屋さんというとパスタピザが中心で、それ以外が用意されてるお店っていうのは僕が知ってる中でも本当にね数軒しかないので、お酒が飲めて一品も充実しててっていうお店は結構貴重ですよね。そしてこんな感じでコース料理も用意されてるので、もう2人でだいたいこれぐらいの予算で飲み放題付きでっていうことも選ぶことができます。ピザはこんな感じですごく種類あるんですよね、夜の部分は。そしてパスタも夜の方が充実してますね。そう考えるとランチより夜来る方が良かったかなってちょっと後悔しております。美味しいですか？美味しいです。ポテトサラダですか？ポテトサラダ、ポテトサラダ、バジルは、バジルがいい。なんかこう、この年になったら、今日たまたまミートソースを注文したけど、ジェノベーゼばっかり食べてる。どこ行ってもバジルばっかり食べてる。すごく食べやすい、ジェノベーゼが一番。なんていうの、刺激が少ないからかな。だんだんなんか新生物があかんやん。いやでもそうやと思うよ。美味しいものは食べたいけど、ガツガツしてた年代よりは。ありがとうございます。美味しそうよ。美味しそうやな。いただく。難しいよね、ピザって。チーズ。チーズがね。全部取れちゃうの。もういいや。これはもう、なしでいこう。なしでいこう。この辺の方、奪っちゃう。ちょっと辛いのが好きなんで。取ったらそのまま食べてもいいよ。そのまま食べていい。フォークがいい。スプーンいる。フォークやったらスプーンいる。なんで？なんで？そうなの？日本人だしだけだし。そうやで。多分そんな食べ方すんの。わ、もちもち。めっちゃ美味しい。控えめに行った後、5枚は食べれるで。どうですか？ロケ地のね、もちもちで、すごくチーズが効いてくれて、おいしい。元嫁はちゃんと食レポでできますね。僕と違って。
い、うわめっちゃ大盛りやな、すげえ。いただきます。何回いただきます、言うかな。おーおー、ちょっと太めやね、パスタ。そんなことない、うん、いや、ちょっと太めやね。うん、うんうんうん、すごい美味しい。うん、うん、うわ、もっちもち、パスタもっちもちやね、めっちゃ美味しい。なんですよ。噛まなくても勝手になくなっていく。とろっとろ。へえ。とね、見えてないけどやっぱ飛ばしてるからね。そう。気持ちやな、うん、食べ応えあるし、うん、うまいし、うん、結構パスタってなんか僕の勝手な感想な、今まで食べてきた感想で、うん、どこで食べてもさほど変わらんっていう感じを受けるんだけど、そんなことないな。やっぱり美味しいところは美味しい、うん、細いパスタのさ、うん、細いパスタの食べやすさもええけど、うん、今にはこんなちょっと太めでもちもちしてんのもいいよね、うんうん、食べ応えで言うたらこっちのがあるもんね、やっぱり、うん、あるある。ハバネロもあるんで、うん、もう多分無理やと思うからやめとく、うん、食べられへんかったらもったいない。そうやね、せっかく美味しいいただいてんのに、こうタバスコまでであれば日頃からこういただいてるんで、うん、でもむっちゃソース残る。ソースもったいないな。うまいね、うん、ソースすごい。そうやね、大量大量、むっちゃ贅沢に使ってくれてるな、うん。満腹波の平の動画。砂糖ショコラです。はい。おお、美味しそう。そうやね。あ、砂糖ショコラね。そうね。買える？うん。チーズケーキを食べたい。結構食べ応えあるよ。うん、なんかチーズ、ね、ケーキだけプンって乗ってくるんかなと思ったけど、うん、アイスクリームもついて、フルーツもついて。お得やね。お得やで。濃厚。あーあー。でもなんかこういやらしいチョコチョコさはない。うん、さすがやね。うん。難しいこと考えなんでって。もう美味しい。美味しいの一言で通じますよ、うんうん、美味しいものは美味しいだけですから。もう なんか飲みに入っていくのがすごくこう幸せって感じ。ミントやんな。うん、ミントミント。
や最後のこのオレンジがちょっと酸っぱくて、うん、あうまいこと調和してくれるね、うん、調和合ってる全体的にこう美味しくまとめてくれてるというね、本当美味しいデザートでございました、うん、いやでもほんまにちょっとピザがびっくりした、うん、あんなもちもちなピザ生地食べたことは過去に多分ないです。もう本当にもちもち、えっと思った。そんなえっていう顔せえへんかったけど、せえへんかったのはできなかったからで、うまって思いながら本当に食べてた。ほんまに美味しかった。大きいサイズは何？大きいサイズはクリスピーになる、うん、あの薄い生地になっちゃうから、うん、そう、はい、ね、M が20センチ、うん、ちょうどね手のひらを広げたぐらいの大きさが、手のひらを広げたぐらいの大きさが M サイズで、L サイズはそれよりもうちょっと大きい27センチ、うん、で生地が違ってもちもちのやつは M サイズだけっていうことで、ということで、はい、食べながらですけども飲みながらですけど、ここら辺でごちそうさまにしたいと思います、はい、じゃあごちそうさまでした、はい、ということでギリラの本日の会計はこちら。お支払いは現金、カード、電子マネー決済可能です。詳しくは店頭でお確かめください。満腹波の平の動画では大阪泉州を中心に美味しいお店をいろいろジャンルに関係なく、いろいろ2回言ったな、紹介しております。皆さんからの高評価、コメント、チャンネル登録いつでもお待ちしております。今回の動画良かったよって方はぜひグッドボタン押していってください。応援してもいいなって方いらっしゃいましたら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。